おはろう版は、せつです。ルパン三世、魔術王の一産続きをプレイしていきます。前回が、復活動画ということで、BO3 を上げまして、で、復活だから、あれが一番ふさわしいかなと思い、ゲームにしました。で、このゲームの続きを見ている方は、本当にお久しぶりでございますね。3ヶ月ぶりぐらいになるんですかね。はい、操作も内容もほとんど覚えておらず、さっきちょっと自分の動画を見て復習したんですよね。で、ここの鍵がないっていう感じで、ここのね、城の中の、3階にあるみたいなんですよね、その鍵が。だからそっちに取りに行きたいと思います。出方はどうするんだっけな。階段のとこまで行くには、なんだ、なんだ、こっちからは開かないか。なんだ、なんだ、なんだ、お、ここはぐるっと回った感じかな。うん、そうだね。ということはこっち側か。あそこじゃないかな。ん？違うな。マップがね、よくわからないんですよね。なんだ、なんだ。あれ？戻ってきた？もしかして。あれ？一周しただけじゃん。あ、いや、いいんだ、いいんだ。ここでいいんだ。で、上に行きたい。もう一個上。一番上の、この辺に、ないな。こっちで合ってんのかな。なんだ。うん、違うな。あ、ここには銅像か。あ、これが暗号、うん、そうだ、番号だったね。この辺にあると思ったんだけど。なんだ。なかなか見当たらないな。なんだ、ロッカーの鍵。あれ、てか、あれ、こっち来たっけな。なんか来てない気がする。あれ、なんだ、なんだ、危ない危ない危ない。いや、何も持ってないってことは来たのかな。お、テレーズじゃん。なんだ、あ、行けないのか。ああ、そうか。いや、でも多分ね、ロッカーの中には特殊部隊の鍵しかないと思うから、あっちに行くにはどうすればいいんだ。あ、こっちから行けちゃう。さすがに貴族のお嬢さんだ。イブニングがよく似合ってるぜ。ルパン。おっと、そのままそのまま。警備がいるんだ。自然な感じで続けてくれ。肝心の水差しは偽物だった。本物がどこにあるか
心当たりあるかい？QOQのパーティー会場にあるはずよ。テオドールが自慢してたわ。テオドール？あいつか。どうしたの、ルパン？テレゼ、多分そいつも偽物だ。じゃあ本物は別の場所に？そういうことだ。調べてこようか。ルパン？テレゼ、この城には金の匂いを嗅ぎつけたいろんな奴が集まってくる。あなたみたいな？にゃ、俺なんかよりずっとずるくて危ない連中さ。この城にはまだまだ何かがあるってことだ。ルパン、何隠してっか知らねえけど無茶すんなよ。いい子にしてるんだぜ。ルパン、行っちゃったの？何か落としていきましたね。いや、それにしてもこう通信機がないのによく話せたなっていう感じなんですよね。103、これだこれだ。この鍵を使ってさっき開けなかったロッカーを開けるはずなんですけどね。多分中身が特殊部隊の服だったようなね、記憶があるんですよね。ドキドキしてるな。セーブエリアか。ここ3階だったね。銭形にしといて、で一番下に降りて、なんだなんだ。はい、で確かこっちだったよね。なんだ。ロックがかかっちゃってるから番号を入力しないとね、なんだいけないはずなんですよね。あれ、こっちでいいのかな。なんだ。うん、やっぱ外出たな。こっちじゃない。こっちじゃなくて、なんだ？もっとこっち側かな？こっちとかこっちとか、なんかずっとこっちしか行ってないですね。何言ってるんだ、俺は。なんだ？こう、常時左上にね、マップが表示されればいいんですけどね。このルパンの衣装状態の時しか、マップはね、出ないから。なんだ？ちょっと待った。誰だ？やばくないか？にゃん、しまった。アイテムだけ回収して。ガムテープいらないんじゃん。いるのかな。ん、お、なんだ。ちょい待ち。ダメだね、こっちも。逃げる。なんとかなったか。オッケー。よし。今の状態ちょっとやばいんだよね、多分。やば、赤いな。でもちょっと来ちゃうんだよね。あ、大丈夫か、ここは。逃げ足の速いやつ。よしよしよし。で、こっち側もいたから、あ、だいぶ落ち着いてきた。さ、ガムテープを拾いましたね。ガムテープ拾って。なんだ。なんだ。早い。どっちに行けばいいんだろう。室にいるし。
やばやばいね、これ八方塞がりっていう感じか。突っ切るか。ルパンだ。よいしょ、逃げてこっち側から行って、うちうち調べ物もできないですね。くらえ。あ、全然距離が。よいしょ。ああ、ということはやっぱりあれを操作しないといけないのか。確かに17なんとかみたいな感じの。なんだ。はい、事情によりねカットさせていただきました。なんか無駄に長いんでね。なんだ。あれはどこだったっけ。ロッカーの鍵。あれ出たな、外に出ちゃった。なんだ。お、イベント。なぬーなぬー、またガスか。うん、これ、ああ、なるほどね。お、エイドキットだ。エイドボックスかな、これ。よっしゃ、大回復だ。それと小回復。それとスリープシリンダーもある。なんだ、いっぱいアイテムがある。ボス戦ボス戦を匂わせるようなアイテムの数々。あれ？あ、そんだけ？あれ？なんちょっと待って、迷ってない？なんだ？こっちかな？なんだ？警備員がいるな。警備員というか、まあ警察だけど。あれ？さっきと一緒の場所？あ、さっきと一緒の場所？あれ？あ、完全にちょっと迷ってる。あ、着きましたね、ここだ。さあ、103。罠かもしんねえな、とか。ロッカーに罠もないでしょ。あー、来た来た。そうだ、これだ。特殊部隊。機動隊の服。さあ、どんな服なんでしょうか。ライオットポリス。おお、かっこいい。お、AK を取り出す。すげえ、カラシニコフ。それ撃てないの？これ拾ったのはまあいいんだけど、で、テレーゼが調べてこようかって言ってたから、こっからどうすればいいんだ？でもさ、これで今行って大丈夫？誰だってなるんじゃないの、これ。あ、大丈夫だ。マジか。なんだ。あれ、ちょっと待って。なんだ。やばい。なんだ。じゃあねー。こっち行き止まりか。あ、やば、危ねーす。なんだ、気のせいか。やば。どこに行けばいいんだ。とりあえずホールに出ないといけない。すぐね、ちょっと、ま、道に迷っちゃう。気のせいか。なんだ。なんだ。
もういいや。もういいや。開き直ろう。俺はルパンです。なんだ。誰だ。ルパンだ。ただずっとこのままはやばいな。逃げながら。さあ、待った。こっち側だね。よいしょ。近っ。ああ、大丈夫だ、大丈夫だ。ギリギリ間に合う。イエス。さあ、ちょっと落ち着こうかな。OK。全回復したね。さてと、ここはどこだっけ？ここさっき入ったとこか。ここじゃなくて、なんだ？うん？こっちをさ、結局こうなるでしょ。閉まんなよ。あ、オッケーオッケー。なんだ？で、顔がまんまさ、ルパンなんだけどさ、これでバレないってのがおかしいんだよね。なんだ？え？ちょっと待てよ。上の方かな？ちょっと多いな、敵が。なんだ？一番上でいいのかな。こちら側にドアはないと。こっちいたっけな。ん？ロードが長いぞ。ほら、普通のとこか。開かないんだよね。ここさっきテレーゼがいたとこ？あれ？違うな。あ、違うな。ここから来たのか。最初。違ったっけな。あ、そうだね。これが偽物だよね、確か。え？ということは？さっきのテレーゼの場所から、どっか行けるとこあったっけな。そうだよね。なんだ。早い。あなた早いですね。ここだったよね、確か。なんだ。このドアの先かな。ちょっと待て。あ、しまった。反対側だ、これ。うわ、めんどくさ。あ、そういうことか、これ。いやー、ぐるっと回って、こっち側から入れないようになってる感じか。とりあえず3階には何もなかったので、2階を調べますね。大体端っこから調べた方が。
何を思っている？何も思ってない。なんだ、誰だ。ああ、なんだ。早い。おっと、ルパンだ。どこ行った。ああ、待て。オッケー。え、あ、反対側に出るだけか。あ、開かないで。そう、ちょっと、あ、見つかった。オッケーオッケー。あれ、2階何もない。もしかしてもっとよく調べてみようか。なんだ、なんだ、誰だ、ルパンだ。こいつ早いな。やめろ。お、なんだ。あ、こっちで正解か。ん、敵が来る。なんだ、待ち伏せしよう。気のせいか。あ、ちょっと待てよ。スロー。こいつ何を持っているんだ。なんだ、なんだ。おお、藤子のフィギュア。あなたもファンですか。チェックポイントまで来ましたね。これ、ああ。さあ、チェックポイント、お、ちょっと待てよ。これ赤外線じゃね？おお、危ね。はい、ということでね、時間もそろそろね、切りがいい感じになったので、ここで一旦切りたいと思います。また次回お会いしましょう。それじゃあ、最後までご視聴ありがとうございました。またね。